川崎マッハ3がツーストエンジンプラスターボ搭載で完全復活へ。水素で直噴、その鍵は吸気バルブだ。川崎マッハ3、ファ水素を使用した2ストロークエンジンプラスターボ搭載で完全復活するとの噂が広がっています。この新型エンジンの鍵は吸気バルブにあるようです。川崎が特許を公開したのは2024年7月8日。その内容を見ると4ストロークエンジンのようなバルブが片側に見える2ストロークエンジンが描かれています。この特許では吸気バルブが円錐状であることが特徴。一般的な2ストロークエンジンとは異なる構造ですが、確かに2ストロークエンジンとして機能します。通常の2ストロークエンジンはピストンの動きで吸気と排気を行います。しかしこの新しいエンジンでは吸気バルブが追加され効率が向上しています。2ストロークエンジンはピストンが1往復する間に燃焼を行います。そのため4ストロークよりも高いパワーを発揮しますが燃費が劣ります。川崎の新型エンジンはクランクケース内に吸気しないため従来の2ストエンジンのデメリットを解決しています。そのため2ストオイルの供給も不要です。このエンジンの吸気力を補うために川崎は下吸気の使用を提案しています。ターボチャージャーやスーパーチャージャーを利用することで吸気効率を大幅に向上させます。川崎の新型エンジンは4ストロークエンジンの一部を取り入れたハイブリッドのような設計です。2ストロークの良さを残しつつ欠点を克服しています。燃料は水素や炭化水素を含む気体、液体燃料にも対応。まさに最強の2ストエンジンと言えるでしょう。これが実現すればバイク業界に革命を起こすこと間違いなしです。1989年の東京モーターショーでトヨタが公開したコンセプトエンジンにも似たアイデアがあり、過去の技術が再評価されています。アイデアの継承と進化が感じられます。川崎の新型エンジンが実現することで2ストロークエンジンの復権が期待されます。従来の欠点を克服することで新たなバイクの時代が到来するかもしれません。この特許により2ストロークエンジンの進化が加速することが期待されます。川崎の革新的な技術により未来のバイクがどのように進化するか楽しみです。